新宿駅前に放置されている自転車の対策を行い10年間で10分の1まで減少させたとして新宿区内の町会が東京都から感謝状を贈られましたどうもありきょうございます今日感謝状を贈呈されたのは西新宿1丁目町会です新宿駅前での見回りやビラ配りなどでの啓発活動を行ったほか 駐輪場を設置するよう、新宿区とともに働きかけてきたことなどから、感謝状が贈られました放置自転車も全くないわけではございませんので、何とかご協力をしていただきたい今日新宿駅前を訪れてみると。 JR 新宿駅南口からすぐのところに作られたこちらの駐輪場、自転車がずらっと並び、多くの人が利用しています。取り組みによって、大通り沿いに駐輪場が設けられたことで、新宿区によりますと、2013年度にはおよそ500台あった放置自転車が、昨年度、およそ30台にまで減少し、10年間で10分の1以下になりました。 駐輪場の利用者からは、「駅の方とかは結構あったりしてて、人通り多いので、子ども連れてると危ないなと思ったりはしてたんですけど、他の新宿の向こう側とかも増えたので、すす。ごいいいいと思いますちょっと雨降ってきちゃったんで、電車使おうかなと思って、あ本当にすごくいい取り組みだなと思うので、なんかどんどん増えていけばいいなと思います。 都内では放置自転車が昨年度およそ1万6300台確認されていて東京都は2025年度までに1万5000台以下にすることを目指しています。